ジップロック&クックパーの提供で味噌豚丼のご紹介です。休日に下味をつけて冷凍しておけば平日のメインおかずが時短で完成。下味冷凍を活用した味噌豚丼をご紹介。豚バラ肉薄切り 300g は5センチの長さに切り、バラします。ボウルに味噌、酒、みりん、砂糖、すりおろした生姜を入れて混ぜ合わせましょう。豚肉を加えてよく揉み込みます。ジップロックフリーザーバッグを用意しましょう。オープンタブと滑り止め加工で開けやすい。2等分に分けて入れ、なるべく空気を抜いてジッパーを閉めます。平らにして冷凍保存しましょう。密封性の高いジッパーと厚手の素材で美味しさをキープします。下味をつけて冷凍することで味がよく染み込みます。食べるときは朝冷蔵室に移して解凍しておきます。解凍は冷蔵室で行ってください。夕方には解凍完了。玉ねぎ1/2個は繊維に垂直に1センチ幅に切ります。クックパーフライパン用ホイルを火をつける前にフライパンに敷きましょう。玉ねぎ、豚バラの味噌漬けの順で広げてのせます。蓋をして中火で 2,3 分焼き、混ぜ合わせながらさらに 2,3 分焼きましょう。クックパーなら油なしでもくっつかずきれいに焼ける。器にご飯適量を盛り、焼いた肉と野菜をのせます。小ネギを振り紅生姜を添えたら完成です。フライパンが汚れず後片付け楽々。以上デリッシュキッチンでした。